4度目の倉重記念杯優勝、北原琴選手、おめでとうございます。ありがとうございます。昨年1年間、本当に怪我になりましたね。そうですね、その悔しい思いを全部ぶつけられたと思います。優勝して大変嬉しいんですが、どこまでハラハラドキドキさせてくれるんですか？いやもう最後はもう強い長塚さんと勝負だったんで、もう負けてもいいやって気持ちです。ね、素晴らしい切り替えだったんですけども、後ろから渡辺選手がまくってきたのは見えてたんですか？いや自分のタイミングでまくったらちょうどいいところはまったわけです。どの辺で前は抜ける、そして後ろから抜かれないという気持ちでいましたか？いやもう最後まで分からなかったです。今年は何が何でもいい年にしたいですね。そうですね、はい。まずはグランプリ選手として返り咲いて赤パンツを履いてください。はい、それが目標です。パンツは似合わねえぞ。埼玉のこの地、大宮で4度目の優勝。今年は、参考な応援団も見てますが、あのファンの人たちに1年間、期待を持たせ、そして G1 の優勝を願っております。はい、そうやって応援してもらえる限りずっと頑張れると思います。それでは最後にお客様にメッセージをお願いいたします。そうですね、今年はまたのグランプリ目指して一戦で頑張ります。応援をします。以上、おめでとうございます。太田選手でした。